Thank you.
長松義弘徳島県高等学校野球連盟会長がご挨拶を申し上げます。72回衆議院大会閉会式に当たりましてご挨拶を申し上げます。今大会は高知県3校それから香川県1校が準決勝まで勝ち進み、決勝は明徳義塾高校と尽誠学園の対決というような形になりました。本日の試合、大変両チームともこれまで培った力を発揮した試合をしていただきたいと思います。まず香川県第1位でこの大会に臨みまして、ここまで本当に力強い打撃と安定した守備で各県の代表校を破ってきた尽誠学園、1位校としての力強さを見せてくれたなと思います。非常にタフなチームに仕上がっているなというふうに感じました。そして、高知県、明徳義塾高等学校、本当に優勝おめでとうございます。高知県の3位校というふうなことでしたが、何よりチャンスを逃さない試合運びだったなというふうに感じます。さらにその攻撃力は大変高いものがあって、他を圧倒するものだったというふうに感じました。またそれ以上にですね、隙を見せない守備、投手を中心に堅実の守りをしたなと、そういう非常に強いチームだなという印象を持っております。指導者と選手の皆さんが一体となって、これまで辛抱強くチームを作り上げられたのだなと、その成果が今日この四国大会で発揮されたというふうに考えます。実はこの後11月15日、明徳義塾高校の皆さんは神宮大会を迎えるわけになりますけれども、もう対戦相手もすでに決まっておりますので、今度は四国の代表として思う存分戦っていただきたいと思います。両チームの今回の健闘、皆さんの努力もありましたけれども、もちろん家族や仲間や応援してくれた人たちがたくさんいたと思います。これらの人たちの支援に理解を感謝を示してですね、これから迎える長い冬をしっかりと練習で鍛え抜いてください。で来週にはですね、一回り二回りをまた皆さん方の姿を見せてあげてほしいなと思います。そして何よりお願いしたいのは、皆さん今大会に参加した選手の皆さんが、高校野球を通じてですね、野球の技術はそうなんですが、常識ある社会人として育っていってくれたらなと、精神面でもそうですが、それぞれ、それぞれの地、それぞれの場所でですね、社会を担う人材としてですね、育っていってくれたらなと願っておりますし、四国の高校野球の発展にもこれから尽力できる人がこの中から出てきてくれたら、私とは非常に嬉しいです。よろしくお願いします。最後になりましたが、今大会を運営するにあたりご支援いただいた全ての皆様、特に毎日のようにスタンドに駆けつけていただきましたファンの皆様、応援に見てくださった皆様に、以上をもちまして私の挨拶とさせていただきます。選手は回れ右をして掲揚台の方を向いてください。役員、選手は脱帽してください。スタンドの皆様もご協力をお願いいたします。
選手は回れ右をして正面を向いてください。役員、選手は着帽してください。スタンドの皆様、ご協力ありがとうございました。例会宣言、これをもちまして令和元年度第72回秋季四国地区高等学校野球大会の閉会式を終わります。優勝いたしました明徳義塾高校がダイヤモンドを一周いたします。なお、スタンドの皆様にお願いがございます。当球場では皆様が